役押しで、なんか、ミリルの7を、上中段の2コマ目押しに押していきます。で、7が下段に止まったら、外れなので、中左と適当に。中が中段に止まると、まだベル7バーの形ですね。この場合、ベルかチェリーかボーナスが成立しています。なので、中リールの2はベルを狙ってやるといいですね。で、ベルがテンパイしなかったと。この時点でチェリーはボーナス。なので、左リールの枠あたりに、7を狙います。まあ、チェリーが出ました。ただ、ハッピージャグラーは、おそらく他のジャグラーよりもチェリー重複率が高いんじゃないかと思われるので、期待して指を離してみましょう。つきました。本当についちゃった。で、右リールに7とバーのところを狙うと。ピックでしたね。右リールの上段、オア中段の2コマ目押しで7を目押し。7が下段に止まれば外れなので、中左と適当押し。で、7が枠2つ下まで落ちると、この3種類の子役が全て可能性があるので、まあ、中リールには、ピエロを狙う。まあ、これがちょっと面倒くさいんだけども。で、リプレイやブドウが転廃したら左リールは適当、ピエロが転廃したら左にもピエロを狙うと。一番わかりやすいのはね、中リールにバーが1個しかないので、でこのバーのね3つ上にあるんですよ。バーからバーから上に数えていくと、バー、リプレイ、チェリー、ピエロってあるので、バーを下段ぐらいに押してやるとピエロは今枠にいるでしょ。まあ簡単ですね。また激アツのベルオア、チェリーオア、ボーナス名が出ました。中リールにはベルを狙っていきます。まあ、この時点で、まあ、チェリーも確かあったんだよな。チェリーもあったんだけど、まあ、大体ベルですね。で、大体ベルか、ベルが超える型になってペカルか。左リールには7を狙うといいです。7の2つ上にベルがあるので。でもこれ狙うとたまに中段チェリー出ちゃうんだよな。はい。まあベルですね。これね、変則押し時にちょっと注意しなきゃいけないことがありまして、これ、チェリーって2枚でしょ、払い出し。で、順押しで押していると、角に止まるので、ほぼ。こう、横ラインと斜めラインの2ラインで、2枚2枚で4枚の払い出しが受けられるんだけど、変則押しするとね、ハッピージャグラーって、押す位置によってはね、中段にチェリーが止まってしまうことがあるんですね。それは別に中段チェリーっていう、プレミア役ではなくて、単純に本来角に止まるはずだったチェリーが中段に止まる。中段っていうのは1ラインしかないので2枚の払い出しになっちゃうんですよ。つまり本来角で止まって4枚の払い出しを受けられたものが2枚に減らされてしまう、押す位置によってはね。なので、まあ、それを回避する方法があるんだけども、変則押し時にね、7の、上に、この2つ上にチェリーがあるんだけども、7のね、7から数えたらブドウ、ベル、リプレイ、ブドウ、チェリーってあるんですよ、この上に。そのチェリーを狙っちゃうと割と中段に止まりやすいんですよね。ブドウの上にチェリーあるんだけど、さらにその上に、ブドウを、ブドウ、リプレイ7ってやる。だから7を枠上に押す感じのチェリー、だから7の下にあるチェリー、上じゃなくてね。だから7をこう変則をしてチェリーの可能性があるときは、7をね、枠上に押す感じで、チェリーを狙ってやると、中段チェリーの位置から数えて、ビタ止まりか4コマ滑り以外、だから、ちょっと滑らせる感じであれば必ず角で取れるので、どちらかというと、7を枠下に狙って取るチェリーよりは、7を枠上に狙って取るチェリーの方が、中段にあまりならないですね。こうして打ってると、このピエロリプレイ、ブドウが止まるたびに中リールにバーを狙わなきゃいけないと。2リールの目押しを強要されてしまう。まあそれでも割が 1.5% チェリー狙いよりもさらに上がるので、まあこれは優秀な打ち方ではあるんですけども、ちょっとまあ時間効率はあんま良くないですよね。